エリック・ショーン・ブラサス・クレイはフィリピン出身でアメリカ合衆国在住の陸上競技選手。専門は障害層と短距離層。400メートルハードルの48秒98、100メートルの10秒25、60メートルの6秒57など複数種目でフィリピン記録を保持している。2016年リオデジャネイロオリンピック男子400メートルハードルのセミファイナリストである。 スービック海軍基地に所属していた元アメリカ海軍将校の父親、フィリピン人の母親の下、フィリピンのサンバレス州オロンガポに生まれたが、2歳の時にアメリカ合衆国に移り住んだ。4人の兄弟姉妹を持つ。陸上競技はテキサス州サンアントニオのジェームス・マディソン高校に進学してから始めた。高校時代は300メートルハードルで州選手権3位。 110メートルハードルと300メートルハードルで地域チャンピオンや地区チャンピオンに輝くなど活躍した。高校卒業後は最初にベスウンクック大学その後オクラホメ大学に進学した。ベスウンクック大学時代は400メートルリレーで2009年全米学生選手権に出場を果たしたが本職の400メートルハードルでは東地区予選に3度の出場を果たすも本大会の 出場権を獲得できなかった。オクラホマ大学時代の2012年には400メートルハードルと400メートルリレーで全米学生選手権出場、ビッグ12カンファレンス選手権では400メートルハードルで3位、400メートルリレーと4400メートルリレーでそれぞれ6位と5位に入るなど活躍した。母親の勧めでフィリピン代表として競技することを決め、 2012年12月31日からフィリピン代表として競技している。世界大会デビューとなった8月のモスクワ世界選手権だったが、12日の男子400メートルハードル予選で52秒45の組7着に終わり、自己ベストには程遠いタイムで予選敗退に終わった。2月15日のアジア室内選手権、男子60メートルでは予選6秒77。 決勝6秒75と両ラウンドでフィリピン新記録を樹立したがメダルには0秒07届かず5位に終わった9月30日のアジア大会男子400メートルハードル予選で自己ベスト及びフィリピン新記録の50秒00をマークし全体2位のタイムで翌日の決勝に進出した1994年広島大会の女子総幅跳びで銅メダルを獲得した エルマ・ムロス以来、フィリピン勢20年ぶりのメダル獲得を期待されたが、決勝は51秒47とタイムを落とし6位に終わった。6月9日の東南アジア大会男子100メートル予選を10秒28のフィリピン新記録で突破すると、迎えた決勝は、フィリピン記録をさらに縮める10秒25で制した。翌日の男子400メートルハードル決勝では、チャノン・ケアンちゃんの持つ、 大会記録を20年ぶりに更新する49秒40で2連覇を飾り、100メートルとの2冠を達成した。8月22日の北京世界選手権、男子400メートルハードル予選では50秒04の組6着に終わり、2大会連続で予選敗退に終わった。2月19日のアジア室内選手権、男子60メートル準決勝で6秒57の 大会新記録及びフィリピン大記録を樹立。決勝では6秒70とタイムを落としたものの、ハサン・タフティアン、レザガセミに次ぐ3位に入り、アジア地域の大会で初のメダルとなる、銅メダルを獲得した。室内の世界大会デビューとなった3月の世界、室内選手権では、18日の男子60メートル予選を6秒 64? で突破。女子も含め60メートルでは、 フィリピン勢初のセミファイナリストとなったが、準決勝は6秒67とタイムを落とし、敗退した。6月23日のワールドチャレンジミーティングス、マドリード国際男子400メートルハードルで、自己ベスト及びフィリピン記録を更新する48秒98をマークし、48秒台に突入した。オリンピックデビューとなった8月のリオデジャネイロオリンピックでは、 15日の男子400メートルハードル予選を自己ベストに迫る49秒05で突破し、この種目では初の世界大会セミファイナリストとなった。7月8日のアジア選手権、男子400メートルハードル決勝を49秒57で制し、初のアジアチャンピオンに輝いた。この種目でのフィリピン勢の金メダル獲得は1973年。 マニラ大会のアブツールカディールがイッパー以来44年ぶり、すべての種目を通じても2009年公衆、大会女子総幅飛びのマレステラ、ドレス以来8年ぶりの快挙となった。また、クレイは、ロンドン世界選手権の参加標準記録をまだ、破っていなかったが、今回の優勝により、エリアチャンピオンのワイルドカードを獲得した。世界陸上では、予選で、フライングで失格となり、 涙を流して、ピッチを去った。2015年東南アジア大会の時に、戦時中を意味する上下逆さのフィリピン国旗が縫い付けられたユニフォームを着用したことで話題となった。サプライヤーのエラーによるものだったが、クレイと同じくアメリカ合衆国を拠点に活動しているカイラ・リチャードソンも気づかずにそのユニフォームを着用していた。記録欄のうちの数字は、風速で、 プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。